パンプキン爆弾、パンプキン爆弾、パンプキン爆弾、カボチャ爆弾、パンプキンボムは、第二次世界大戦中に、アメリカ軍が開発、使用した爆弾である。1945年8月9日に、長崎に投下された、原子爆弾、原爆、ファットマンの模擬爆弾として知られる。単に、パンプキンと呼称される場合も多い。正式名称は、 1>, 1万ポンド系統爆弾。ファットマンとほぼ同一の形状を有し、重量もファットマンとほぼ同一になるよう調整された模擬原爆で構造分類上での通常型爆弾の高度眠である。マンハッタイ計画に携わるロスアラモス研究所の科学者と兵士によって命名された。この爆弾は原爆投下に備えた。 爆撃機上院訓練のためと、今までに例のない特殊な形状をした、ファットマンが爆撃機、原爆搭載可能なように特別に回収した B-29 から投下され爆発する間の弾道特性、完成能率等の様々な事前データ採取のために、いわば模擬原爆として制作された。ファットマンとパンプキン爆弾の内容物を除く、 主な相違点は、爆弾全部に取り付けられた、触発信管の数、ファットマンは4機、パンプキン爆弾は3機と、ファットマンを起爆させるためのだ、無線装置の運務と、爆弾外核の組み立て方式、ファットマンはボルト結合、パンプキン爆弾は溶接結合の3つである。パンプキン爆弾は、内容物によって2種類が存在し1つは、TNT 火薬を主成分とした、 高性能爆薬を充填したタイプ。もう一つはセメントや石膏を用いたコンクリート混合物が充填されたタイプあった。いずれのパンプキン内容物も,もファットマン原爆の内容物球体コア、プルトニウムとそれを核分裂させるシステム。爆縮レンズとほぼ同一の形状、比重、重量配分になるよう調整され、爆弾内部のコア配置位置も全く同じとされた。 これにより、原爆投下行動に対する有効な事前データが採取できた言われる。パンプキンの総重量は、約 4800kg、内部の爆薬、またはコンクリートが、約 2900kg、爆弾外核、鋼鉄製などのその他の構造物が、残りの重量を占める。投下の目標とされたのは、原爆投下候補地だった京都市、広島市、新潟市、 小倉市の各都市を四つのエリアに分けた、周辺都市、広島市ならば、宇部市、新居浜市など、新潟市ならば、富山市、長岡市などにあった、軍需、民間の大規模工場、鉄道走車場等であった。1945年7月20日、新潟エリアである、富山市、長岡市、福島市、東京都、実例の一部として、現在の練馬区大泉学園地区、 西東京市の西部柳沢駅近辺へ、計10発投下されたのを皮切りに18都道府県、30都市に50発、うち1発は、任務放棄し爆弾は、会場投げされたが7月20日から8月14日に投下され、全体で死者400名、負傷者1200名を超す被害が出た記録が残っている。1945年、 昭和20年7月24日午前7時40分、四号村役場の防空日市には7時45分となっているに、四日市市近郊の9名軍、日が村、1941、昭和16年に、四日市市日長地区の第二海軍燃料省、日がの疎開工場、山の工場の敷地内の安静地に、パンプキ爆弾が着弾した。安池の北にあった海軍艦舎が、 被災、29歳の母親と8歳の次男が死亡。1945年8月8日午前8時40分、四日市市と瀬橋付近に着弾、死者2名、負傷者56名。同日午前8時50分、四日市市塩浜町鈴鹿川堤防砂岩、塩浜小学校の東約500メートルに着弾、死者2名。四日市市への投下は3発とも、 第二海軍燃料賞を攻撃目標としたものである。7月24日の10日は曇っていたため、レーダーによるもの、8月8日の10日は2発とも、目視10日であった。工藤洋造、金子地から原爆10日部隊第509混成部隊と、原爆、パンプキン2013年8月ピッショハン半。しかし10日は爆撃手の目視によると言明されており、天候などの制約があるため、 必ずしもその場所に投下されたわけではない。アメリカ軍の資料によれば、前述の目標に投下できない場合には、臨機目標として、どの都市でもいいので街の真ん中に落とすようにという指示があったとされる。そのため、7月26日の訓練では、天候悪化により富山の軍事工場への爆撃に失敗しその帰りに、島田市、島田空襲、焼津市、静岡市、名古屋市、 大阪市など軍事工場と全く関係ないとこにまで投下されたというような例もある。搭載機は原爆投下任務自動用にパンプキンを重くしにて、投下後、速やかに155の急旋回、急加速にて回避行動をとることとされた。これは原爆投下後、搭載機を含めた攻撃部隊が爆発、爆風に巻き込まれることを避けるためである。 もっとも、原爆投下任務すべてにおいて、爆撃機乗員の生命の安全は何ら保障されて、怒ったようである。戦後、米戦略爆撃調査団はパンプキンに対して、当該爆弾が、目標に直撃及び資金弾となった場合、目標に相当量の構造的被害を与える非常に合理的かつ効果的な兵器であったとの評価下した、報告書をまとめている。原爆投下より、 前の模擬投下は、フェーズ I として行われ、その後、フェーズ2として8月14日に、カスガイ市に4発、コロモ町、ゲントヨタ市に3発投下されている。これは、戦後にこの爆弾を使用して効果が得られるかどうかのテストとして行われたもので、有効な兵器とされたが生産コストに見合わないとて、不採用とされた。そのため、テニアン島に残っていた66発の、 パンプキン爆弾はその場で海に沈められ破棄された。爆弾の破棄には、機密保持の意味もあったとされる。陸軍航空隊のエリートパイロットで、B-29、ストレートフラッシュの機長であったクロード・イーザリーは、7月20日の訓練で、氷山市の天候悪化のため公共に向けて、パンプキン爆弾を投げ、昭和天皇の殺害を目論んだとも言われているするも、目標を外し、 五福橋に着弾させている。アメリカ軍は降伏交渉相手であると同時に日本人に対する心理的影響を懸念し、皇居を狙ったいかなる攻撃も禁止していたため、イーザリーのこの独断行為は命令違反とされた。そのため、本来広島への原子爆弾搭載機に指定されていたイーザリーの登場するストレーフラッシュは任務を外され気象観測機として エノラゲーに随犯することとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。